わっぱたち来てくれたか。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ、来るしかないだろ。ミカ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ。正直オイラたち百鬼夜行が何なのかすら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえばただのあやかしたちの集いじゃ。その昔、あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。揚力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、血脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱く、空を飛ぶことさえままならぬ。そこで、わらわがあやつらのために修霊儀式を行い、散逸した記憶を集合させるつもりじゃ。察すれば、あやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして力尽きた後、満足してあるべき場所へとやつらは帰る。実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と、無月の夜を覚えておるか？確か、無月の夜に狐お姉さんの秘伝術を唱えるんだったよな。そうじゃ、あの本に書いたのは願いを叶えるためのまじないではない、血脈の記憶を鎮める術じゃ。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取りかかる。そこで何時には二つのことをしてもらいたい。まず、神社の巫女たちに下山するよう告げること。百鬼夜行が行われれば、大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら、後々厄介になるからの。その後、わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間、何時らには陽光山のふもとで魔物の動向を探ってきてほしい。普段のチリジリとなった記憶であれば危険はないが、力が集まれば魔物たちにも影響を与えてしまうやもしれぬ。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。何時らにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうするんだ？ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら、近くであやかしを見るのも悪くないじゃろ。よし、それじゃ出発しよう。下山は宮司様の命令ですか？そうなんだ。これから行う儀式がお前たちの体に影響を与えるかもしれないから、巫女が山を降りるようにって。そうなのですね。すぐに手配いたします。あなた方はどうなさるんですか？オイラたちはあいつの手伝いをした後、ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方をとても信頼されているようですね。以前まではこのような重要な儀式を行う際、宮司様はそばに誰一人としておきませんでした。では儀式の方はお願いいたします。安心しろ、オイラたちは強いからな。巫女が儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。
あの魔物たち、なんかすごく凶暴そうだぞ。おお、早くやっつけよう。オイラも妖怪が見てみたいしな。あ、来たぞ。剣女盤石。風を知れ。くだらない。風の赴くままに。無駄だ。やっ。や、剣女盤石。剣女盤石。今回は大物が釣れたようだ。岩山八九。くだらない。無駄だ。やはりダメだ。やはり難攻不落。さすがは貴殿。それ拙者の負けやすい堂々勝負せよ。はあ、剣女盤石。よし、魔物はもう全部片付いたみたいだ。巫女の儀式はどこまで進んだかな。早く鳴神大社に戻って様子を見てみよう。そう、あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。綺麗だな。
本によると今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す鎮魂のため祝いたまえ導きたまえかすこみかすこみかすこみを申す。うらくさい。汝は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが、今汝らが去るのを見て、少し寂しく思う。ほんの、少しだけさぞ。ふむ、わらわが想定していた通り、儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。ん？わらわは何ともないぞ。でも、さっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわは。まったく。ミコ。もし、心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら、思想でもおごってもらおうかの。おう、もうわかった。今度、おいしいもんをおごってやる。うむ。であれば、次に会うのを楽しみにしておるぞ。